お元気ですか、僕趣味です。今回はヒストリー系のシリーズの開封動画でございます。で、東京ヤクルト編が4パックで、ホークス編が1パックでございます。なんでホークスだけね1パックかと言いますとですね、本当はですね、ヒストリーや東京ヤクルトスワローズ編をね5パック買おうと思ったんですけどね、そしたらですね、売り切れましてね、そしたらホークス編の方をね1パック、購入したという、話でございます。ですからね、あまりね気にしないでください。結構ねこのヒストリー編はですね、結構懐かしい選手が、出ますのでね、そういうところはねお楽しみください。それではね早速やっていきたいと思います。まずですね、ホークス編の方をね1パックですけどやりたいと思います。井上雄二、投手でございます。これ大英ホークスのね時ですね。で、これは松田信弘、ね、内野手でございます。現在はね、ジャイアンツの方に、います。井口忠人選手のね、カードでございます。現在はね野球解説者で、かつてはねロッテの監督も務めておりました。和田剛投手でございます。で、王貞治監督でございます。現在はねソフトバンクホークスのね会長さんでいらっしゃいます。で、次は、東京ヤクルトスワローズの、ヒットリーの方の1パック目でございます。で、こちらね、80年代のねこれヤクルトのねカードでございます。土橋克幸内野手でございます。で、飯田哲也外野手のカードでございます。上田剛外野手でございまして、奥川康信投手でございます。カードでございます。1パック目でございます。村田源一投手でございます。藤井秀吾投手でございます。これは野村克也監督でございます。畑真嗣外野手でございます。で、石川雅則投手でございます。続いて、3パック目でございます。石井和久投手でございます。福地和樹外野手でございます。で、土橋克幸内野手のこれカードでございます。で、野村克也監督でございます。で、最後は内藤康之投手でございます。そして最後のね4パック目でございます。尾花隆雄投手でございます。低迷を脱し20年ぶりの日本一になった時のこれカードでございます。八重樫幸代捕手でございます。松岡圭一投手でございます。そして最後は国鉄スワローズが発足した時のカードでございます。以上で、福岡ソフトバンクホークスと東京ヤクルトスワローズのヒストリーのカードで合わせて5パックの、開封動画を終わりたいと思います。またね、明日もやりたいと思いますのでね、よろしくお願いします。なおですね、昨日もお伝えした通り、あまりね直筆サインカードは期待しないでください。で、またね、今後は BBM 横浜 GNA ベイスターズベースボールカード2023購入いたしましたのでね、届き次第やりたいと思います。8月の予定でございますので、ね、どうか楽しみにしてください。
以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。